健太か、こいつは本当にオールカマーの副勝率が 100% なのか。前人未到の JRA 通算4500勝を達成し、今なお現役で自身の歴代最多勝記録を更新し続けている武豊。今年で騎手生活38年になるが、なんとオールカマーの副勝率が 100% だという噂がある。副勝率 100% ということは、騎乗機会すべてで3着以内に入っているということである。いくらリビングレジェンド、希代の馬質王、追えない初老ジャパンと呼ばれている彼でも、本当にそんなやらせまがいなことが可能なのだろうか。そこで武豊のオールカマーでの騎乗記録を、その年の優勝馬とともに改めて振り返ってみることにする。帰ってきたホラフキ豊。盛るのもここまで来ると清々しい。どうせ20回は乗ってるはずだし 100% ない。秋天の前哨戦でメンバーレベルも高いんよ。やってたとしても最後に注釈つけるんだろ。1994年、2着ウイニングチケット、武豊2番人気、1着琵琶早秀、岡部幸男1番人気。武ってチケ像に乗ったことあるんや。柴田正人が落馬負傷な。このレースと自走の秋天5着で復権引退。マサトと一緒に引退したんやな。岩早秀、これは強い強い2馬身のリード。岩早秀先頭でゴリ。2着にウィニングチケット、ロイス&ライス3着。あとは離れて、富士のボルンが4着でした。1998年、1着ダイワテキサス、武豊1番人気。これもエビナちゃうんか。乗ってるイメージないまで構想するんやな。2着ダイワ欧州でダイワどんぶり完成。有馬3着あったしテキサスは中山校舎やったね。2013年、2着名勝なると、武豊2番人気、1着ベルデグリーン、田辺広信9番人気。2013年、15年ぶり3度目の参戦。おい、15年間どこ行ってた？血なかったベルデグリーンってガンで亡くなったんだよな。RIP。花ズボールも追い詰まってくるが、一気に、今度はベルデグリーンか、ベルデグリーン、ベルデグリーン一気にセット、名勝だと2番手でゴール。3着争い、アスカプリちゃん、サトルアポロ、さらにダロンバラード。2018年、3着ダンビュライト、武豊2番人気、1着レイデオロ、クリストフルメール1番人気。レイデオロとアルアインじゃさすがに相手が悪かった。レイデオロが並びかける。11番エアアンセムが3番手。アルアインかレイデオロか、レイデオロかレイデオロだ。ゴーリン7番のレイデオロです。以上。武豊のオールカマー、騎乗回数4回、1210、勝率 25.0、連対率 75.0、副勝率 100%。 結論、武豊はオールカマーの副勝率が 100% だった。かっこ、注釈なし。マジやった。おい、4回しか乗ったことないのかよ。これはサムネ詐欺。通報しました。 G2 とはいえこの騎乗回数の少なさは意外。まあ、基本関西の騎手やからね。尺の関係上、ここからは中山の鬼の異名を取る、祭りだごっこのオールカマー3連覇を振り返ってみる。2007年、1着祭りだごっこ、海老名正義1番人気。そしてコスモプロデュースが続いていきまして、その後ろネバブションです。ネバブション中団グループです。残り600の標識を通過して、4コーナーカーブに入っています。先頭ここで変わります。一気にシルクネクサスが仕掛けていきました。祭りだごっこ並んでいきまして、さらにその外から一気に第一アートも並んでいきました。さあ3頭広がって4コーナーからこれから直線コースに入ります。シルクネクサスが打ち並んだ祭りだごっこ、2頭が並んできた。そして第一アトムが懸命に追ってくる。3頭の争いになった。そして4番手列戦から追ってくるのはブレイブハート、エリマハリア、内からチェストウィングだが、先頭祭りだごっこ、祭りだごっこ堂々先頭。シルクネクサスが2番手で食い下がる。3番手のはエリマハリア、チェストウィング。祭りだごっこだ、祭りだごっこ、ゴールイン。2番手シルクネクサス、祭りだごっこです。2008年、1着祭りだごっこ、海老名正義1番人気。審査マインドキッズ投手をしろっこ、エビのハリアが動いてきまして3コーナーを迎えます。 600m 通過。さあ3人コーナー中間で先頭はシャドウゲートに変わっている。シャドウゲート先頭です。そしてまた10番のキングストレイル、盛り返しを図って前に広がんで4コーナーに向かって、祭りだごっこは3番手、 400m 通過。第4コーナーをカーブ、これから直線コースに向かいますが、キングストレイル、キングストレイル、シャドウゲート、祭りだごっこはまだ手が動いてない。楽な手応えで直線コース 200m を通過した。さあ先頭はキングストレイルだが、祭りだごっこはここでかわして先頭に変わった。キングストレイルどうやら2番手、あとは完全に離された。投手をしろった3番手、祭りだごっこゴールイン。
ゆうゆうとゴールを駆け抜けました祭田ゴッホ。中山では負けません。札幌で負けても中山では負けない祭田ゴッホ。堂々と産経賞オールカマーレ。2009年1着祭田ゴッホ、横山のりひろ3番人気。祭田ゴッホ先頭、並びかけていくのは外目からマンハッタンスカイ、並びかけて直線コースに入ります。さあ祭田ゴッホ先頭、リードをやや広げたが1馬身2馬身のリード、追ってくるのはドリームジャーニー。ドリームジャーニー馬場の三分どころから追い込み、さらに並んで信玄も追い込んでくる。さあ祭田ゴッホ先頭、残り 100m、 祭田ゴッホ先頭だ。2番手ドリームジャーニー、信玄の2番手争い、祭田ゴッホだ。祭田ゴッホ降臨、3連覇です。オールカマー3連覇。おまけ。さあ第52回有馬記念のファンファーレ、ゲートが開いて揃ったスタートを見せました。レゴラス、ドリームパスポートもちょっと後ろからというそんな展開になりました。さあ行くのは、おお、ダイワスカーレットが押していくが、さらに外からも張さんが上がっていこうとしています。張さん、そしてダイワスカーレット、ちょっとダイワスカーレット、安藤克美が外を見た。張さん、横山典彦が競りかけて先頭で4コーナーをカーブしていきます。さあ間もなく 1000m、 前半の 1000m にかかりますが、果たして1分ジャスト、1分0秒6というペースで通過していきました。3コーナーのカーブに差し掛かってまいりました。さあ張さんに再びダイワスカーレットが競りかけていく。早めに行ったぞウォッカ、ウォッカが早めに押し上げていった。3、4コーナーの中間、さあ問題の勝負どころ、馬場のいいところ、経済コース、どこを通ってくるか。張さん、ダイワスカーレット、後ろから松井田ゴッホ、インコースからダイワメジャーがスルスル上がってくる。名将サムソンもようやく空から白い帽子、武豊の達也が動いている。まだウォッカの後ろ、ウォッカが前だ。ウォッカ、そして名将サムソンはストンに持ち出している。先頭はダイワスカーレットか、インコースから松井田ゴッホ、経済コースを取った松井田ゴッホがインコースから伸びてきている。残り200を切りました。松井田ゴッホ先頭だ、松田ゴッホ先頭だ。そしてダイワメジャー、ダイワスカーレット、ダイワメジャーも来た。松井田ゴッホだ、松井田ゴッホだ。ダイワスカーレット届かない、経済コースをスルスルと、なんと松井田ゴッホだ。なんと松井田ゴッホ、経済コースをスルスルと、海老名正義のマジック炸裂。2001年マンハッタンカフェ以来2度目のグランプリ制覇、海老名がやってのけました。2007年有馬記念、1着祭田ゴッホ、海老名正義9番人気。経済コースをスルスルと、なんと祭田ゴッホだ。2024年のオールカマー開催当日、武豊は中山ではなく中京で騎乗予定。というわけで副勝率 100% の記録は2024年もキープ確実なんやで。こちらは競馬情報チャンネルです。あなたの持っている競馬知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてください。他にも競馬予想に役立つ情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。